本日は東京ビッグサイトのものづくりワールド株式会社ベテルブースに来ています。早速ベテルの医療機器のご紹介をしていただきましょう。株式会社ベテルの北野と申します。本日はよろしくお願いします。弊社の方は医療機器を中心に ODM、OEM として合計したり、あとオリジナル製品も持っていて、そちらの方の販売もしております。BMC 事業部として新たに事業を立ち上げて、ベテルメディカルコンポーネンツという名前で新しく始めているところです。で、実際に医療機器の製造に必要な業許可類、第三者製造販売業許可、あと医療機器の製造業の登録、ISO13485 の認証というふうに必要なものは十分に備えておりまして、実際に作っているもの、特に多いのが歯科関係、あとはフェムテック関係の製品というのを合計することが多いです。今回ご紹介しますのは、私たち OEM ということで、なかなか製品本当のものをお見せするのが難しいことが多いので、紹介できるものだけにはなってしまうんですが、ご紹介できればと思います。ではこちらのシリンジ類の中に水が入っているんですけれど、映るかな、横に向かってこんな感じに2方向に出るもの、あと1方向にしか出ないものといったような形で、製品の方の先端のノズルの方が一番の主力製品になってます。歯科の治療の時には、このお口の中の歯の中をこのようにガリガリっと削ると、この穴が開いてます。見えますか？はい。で、こちらの穴削った後に、実際に中にある、まあ、虫歯の元とかですね、削って捨ててしまわなきゃいけないものを、このような感じで洗浄をしてあげたり、洗浄した後に薬剤を詰めるということで、別なノズルを使ってまたここに新しい薬剤を詰めて、で、最後に皆さんご存知のようによくあるセメントで固めてあげたり、その上からかぶせ物をしたりという形をとっております。で、こういったものを中心に口腔ケア用品としてピカスコという製品も出しておりまして、こちらは口腔ケアという分野になってまして、お口の中をこのようにあまりお口の開かない方でもしっかり中身が見えるように歯ブラシをしてあげて、歯ブラシが終わった後に粘膜ケアということで、特にお口の中で、お口から物は食べられない方のケアに使われることが多い製品になってます。じゃあ、新しく出しましたオリジナルの製品としては、こちらデントサクションという製品がございまして、このデントサクションという製品は、こちらをバキュームの方につないで、先端から不要なものを引いていただく、歯科の削ったところからギュッと吸引するという形になっております。はい。その他ですね、ここに出ていない OEM ということで、たくさんいろんなお客様からの試作開発からのお話をお受けしてますので、お気軽にご相談いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。以上がベテルの医療機器製品のご紹介になります。皆様のご来場をお待ちしております。